まずはちょっとあれから行こう。みんなにね、実はまだサプライズがあります。そう、ラミーもお誕生日の記念でアクセサリーをいただいたわけなんだけど、なんとなんと、いい、よく見てて、よく見てて、今まで人形だったゆきみんさんに魂が入りました。こんな風に喜んだり、かわいい、こんな風に悲しんだり、こんな風に怒ったり、見てこの絶妙な可愛いの、見て癒されるやろ。ちょっとみんなにね、ラミーからのサプライズプレゼント。そしてさ、これなんだ、今回多分そのうち修正が入るんだけど、ラミーさ、今までの悲しい顔あるじゃん。今までの悲しいラミーの顔ってさ、笑えなかったんだよ。なんでか、ちょっと何か設定が間違ってるのか、悲しい顔しながらラミーが笑えるようになってんの。こっち小バカにしてるみたいな顔よな、これ。はぁー、バカじゃないのーって、ちょっとラミーが、はぁ、バカじゃないのーって言いながら、ゆきみんさんが抱かれながら泣いてるっていう、っていうね、そう感じ。これね、ママからのプレゼントです。あとね、そう、もう一個コントローラーを持てるようになりました。これちゃんと指も動く。これもね、ちょっとよく見ると、大福とラミーのこの、こう、なんてモチーフマーク、今は全くゲームできないんだけど、パソコン新しくしたら使う